まりました。こんばん。テイク2。こんばん。こんばん。こんばん。よー。茶飲み友達。見えちゃう。見えちゃう。はい。もう少し作家さんの方を強くしたいと思います。はい、わかりました。なので、作業のような、はい、虚しい作業のようなことにしましょうか。ありました。はい。お疲れ様です。どうかな、どうしたら、待って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 、亀有だよっていう。カバンの中身見せてもらっていいですか。もういい？お母さん。あの、じゃあ生活保護とかってもらえないんですか？今日は喫茶店の支援でセリフがないので頑張って、なんだろう、練習にしたいと思います。じゃあ回してください。動画？びっくりした。しんどいです。しんどい。また会いに来てやって。しっかりと最後まで健康で取り切るように頑張っていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。あれ、これ動画なので、そうだ、あ、そうか。今ここで話す内容を今話してたんですかね。もうほぼアドリブで、そうです。私の推しの話をすることになりました。トラック4、5番、5番、繊細な子なんだろうなって思う し、優しい世界にしたいって本当に心から思ってて、でもその選択が私岡本から見ると間違ってはいると思う。間違ってはいると思うけど、優しくて切ない子でした。佐々木真奈役、岡本玲さんです。ちょっとなんかともみ入ってきちゃう。撮影中は作品に対しての不安というか、自分の役に対しての不安とか緊張とか本当なくて、お芝居しやすい環境を時間をかけて作ってもらったので感謝ですね。外に山って書く監督なんですけど。いろんなものが溢れてて、ちょっと調べたらいろんな知識も得られるこの現代社会だからこそ、自分が見たくないものは見なくて済むなって思ってて、だからどんどん細かい傷が心に溜まってってるのに、薬がたくさんあるから治ったつもりでいたり、傷ついてないつもりでいることも多いんですけど、でも実はとてもとても深い傷があったり、溝があったりして、闇があったりして、なんかそれを改めて作品として、自分のものじゃないけど作品を見ることで、なんか誰かの背中を押したり支えたりさすったりする映画になればいいなって思ってます。